アルフレッド・グディは絵画、版画、写真の収集家。ミッドランドの都市ダービーに関連したコレクションで知られる。彼は、ウィリアム・ヘンリー・グディとローダストラットの子として1878年にダービーで生まれた。彼は、自宅で、ついで、ビットワーススクールで教育を受けた後、ダービー美術学校に通った。1886年に、油彩、水彩、版画、 写真の収集をはじめ、ダービーに関するものならば何であれ、はるかアメリカまでそれを探し求めた。さらに現在のダービーの姿を描くようた形に、依頼までした。いずれその姿が移り変わってしまう前に、記録に留めようとしたのである。アルフレッド・キーン、1910年のダービー、シルク、ミルの火災、グディは幅広い興味の持ち主で、博物学を好み、 ダービージャーを巡り歩いた。彼はアマチュアのシェイクスピア俳優であり、地元組織を作り、ランボーンロードの自宅近くに練習用の施設を用意していた。彼はプラスホーズを履き、顎ひげと口ひげを一杯に生やした水人で、サドラーゲートの行きつけのパブに通い詰めてはその日の話題を語り合っていた。しかし彼は美術への熱意ゆえに、ダービースケッチングクラブの代表となり、 またダービーの歴史を残すにたる絵を見分ける眼力を得て、それが彼の著名さを確かなものとした。グリは19世紀から20世紀初頭にかけてのダービーに関する見事な記録収集を行い、1936年に500点以上の絵画をダービー博物館、美術館へ寄贈した。また彼は没するとき、博物館の増築用に1万3000ポンドとさらに、 他の美術品をダービーに依存した。彼は1945年にダービーで没し、博物館は今やグリのコレクションにとどまらず、ジョセフライトの最大コレクションを要している。グリのコレクションにはアルフレッドキーンの作品も含まれた。キーンはダービーのキーン一族の一人であり、父親は写真家でダービーテレグラフ発行者のリチャード・キーン、兄弟には ウィリアム・キャクストン・キーンがいた。グディが博物館に寄贈した絵のうち3枚は、アーネスト・エリス・クラークの絵だった。他に、CT ・ムーアの絵もある。彼のコレクションの画像は、ダービー市議会が発行した、グディ・エス・ダービーという本で紹介されている。ありがとうございます。